音速パソコン教室講師の初谷です。今日はスマホやパソコンの目疲れを解消する方法をご紹介します。やっぱりスマホパソコン使ってるともう目がめちゃくちゃ疲れますよね。で、目疲れだけじゃなくて肩こりもしてきますよね。実は私も目疲れのすごい悩みを抱えているんですけれども、ありとあらゆる目疲れ解消法を検証してきましたので、その中で良かったと思うものを今回ご紹介します。お伝えする順番はこちらですが、一つ目はスマホのブルーライトをカットする方法、二つ目はスマホの明るさを調整する方法、三つ目はパソコンのブルーライトをカットする方法、四つ目はパソコンの明るさを調整する方法。スマホもパソコンもブルーライト、つまり青い光をカットして画面を少し赤くするだけでだいぶ目の負担軽くなるんですね。あとはほとんどの方はスマホとパソコンの明るさが最大マックスになってます。これだと目の負担すごく強いので、明るさを少し落とすだけでも目の負担全然軽くなっていくんですね。そして最後5番目はその他の目疲れを思いっきり軽くできるアイテムをご紹介していきたいと思います。では1番目、スマホの画面のブルーライトをカットする手順です。スマホの手順は機種が Android か iPhone かによって違います。で、この左の2台が Android です。一番右が iPhone です。Android の場合はいずれにせよ、まずこの設定のマークを押してください。この先が Android も機種によって若干違うんですが、例えばこの機種であれば表示の設定というメニューを押します。まあ、とにかく画面に関するメニューを見つけて押すんですね。そして下から上へとこのようにめくって、ダークモードと書いてあるところがあります。そして下から上へとこのようにめくってですね、ブルーライトカットモードと書いてあるメニューがあります。ここが機種によってはアイケア、目のケアという意味ですね、となっているところもあります。これを押すと画面が赤くなるんですね。やってみます。ポチ。ちょっと赤く温かい色になったの分かりますか？でもこれだけでだいぶ目疲れ軽くなるんですね。ではこれ一旦ホーム画面に戻しておきます。で、この隣の Android の機種の場合はいずれにせよこの設定から入ります。設定を押していただいて、ディスプレイと明るさ、ここを押します。何かディスプレイとか画面に関するメニューをとにかく押すんですね。この機種ではアイコンフォートと出てきます。これですね。アイが目という意味で、コンフォートが快適という意味ですね。これを押すと画面が少し赤くなるんです。押してみます。ポチ。わかりますか？ちょっと赤くなって温かい色になったのわかりますか？スマホって結構ずっと見てますよね。だからこれのオンオフでだいぶ目の疲れの蓄積度合い変わってくるので、ぜひお試しください。ちなみになんですが、このスマホ画面の基調色を白から黒に変えるだけでも目疲れを解消できるという人もいます。例えばこれダークモードというメニューが、まあ、同じ画面に大体あるんですが、これを押します。そうするとオンにしますけれども、このスマホの画面の基調色を白から黒に切り替えることができるんですね。このダークモードもお試しいただいて、やっぱり見にくいという方はもう一度このダークモードをオフにして白の基調色に変えるということもぜひ試してみてください。では一旦こちらのスマホもホーム画面に戻ります。で、今度 iPhone の設定手順です。いずれにせよこのホーム画面に設定ボタンがあります。ここから入ります。はい、そして画面を下から上へとめくって、画面表示と明るさ、もうどう見てもここが画面に関するメニューですよね。はい、押します。ちょっと下から上へとめくりますけども、ここにナイトシフトというメニューがあるんですね。これなんです。これ押します。この時間指定をオンにしてください。そうすると画面が赤くなります。時間を指定するんですね。私の場合はずーっと画面を赤くしたいので、開始を朝の5時にして終了を朝の4時59分にしてます。そうすると朝寝てる間のわずか1分しか画面が青く戻らないんですね。ここポチッと押してください。で、このようにオンにするを朝の5時、オフにするを朝の4時59分にすることをお勧めします。で、設定したら左上のナイトシフトを押すと元に戻ります。あと色の温度、ここでこのように青くしたり赤くしたりを調整できます。ただ目疲れで困ってる方は赤くした方がいいですね。はい、では戻ります。それから iPhone で基調色を黒くダークモードにする場合は、まあ、同じ画面の上の方にダークとあります。ここで切り替えられます。ダークを押します。そうすると基調色が黒になります。あ、なんか見づらいなと感じたら
このライトにして元に戻してください。はい、ではこれ左上のボタンを押してホーム画面に戻って、目次の1番は終了です。次、目次の2番目、スマホの画面の今度明るさを落とす手順です。これは簡単です。 Android の場合は上から下へと画面を払って、そしてもう1回上から下へと画面を払うという2段階で下に払ってください。そうすると明るさのバーが出てきますので、ここを押しながらちょっとこう左に動かす。そうすると暗くなっていきます。これはどのぐらい暗くするとちょうどいいのかは人によって違いますので、ぜひ調整してみてください。一旦これ明るくしときますけども、はい、隣の Android の機種もうこれ同じです。 Android の場合は一緒で、上から下へと指で払って、もう1段階目でも出てきますけどもね、もう一回2段階払うと、まあ、詳細のいろいろなボタンが出てきますが、まあ、いずれにせよこのバーで明るさを調整してみてください。ホーム画面に戻ります。で、 iPhone の場合はこれは機種によって違うんですけども、物理的なホームボタンがついてない機種の場合は Android と一緒で上から下へと指を払います。 iPhone は1段階下ろせば OK です。で、ここに明るさの調整ボタンがありますので、ここで暗くしたり明るくしたりと調整をしてみてください。一方で物理的なホームボタンがついている機種、例えば iPhone SE はそうなんですが、その場合は逆に下から上へと指を払います。そうするとさっきの明るさの調整のバーが出てきます。はい、以上ここまでが前半ですが、お役に立てましたら動画の下にあります親指が上の高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、あと今2日間でパソコン操作が10倍速になる無料の講座をご用意しています。メルマガにご登録いただくとお届けできますので、ぜひ今回の動画の下の概要欄からメルマガ登録もよろしくお願いします。では今度は目次の3番目、パソコンの画面を赤くする手順を解説します。これさっきのスマホと一緒で、画面を赤くするだけでブルーライトがカットされて、目疲れ、目への負担が一気に軽くなるんですね。これ私的にはかなりおすすめで効果実感してますので、ぜひ試してみてください。で、このパソコンの画面を赤くするにはあるソフトウェアをインストールする必要があります。でも簡単です。その手順ですが、このマイクロソフトエッジや Google Chrome などのブラウザをまず立ち上げてください。はい、で、検索窓が出てきますので、ここの検索窓にこうやって入力してください。 f.lux、 はい、そしてエンターキーを押して検索します。そうすると検索結果の上の方にこの URL、 このマークが出てきます。こちらのウェブサイトにアクセスをしてください。そうすると英語が表示されるんですが、気にしなくて大丈夫です。このダウンロード f.lux、 こちらをクリックしてソフトをダウンロードします。で、大体このように右上にソフトのダウンロードが始まります。で、終わったらこのファイルを開いてください。インストールをスタートです。アクセプト、同意するをクリックします。で、許可しますかと聞いてきたらはいをクリックします。そうすると英語で郵便番号を入力してくださいと出てきますが、これは無視で OK です。キャンセルです。まあ、ちなみになんで郵便番号を入力させるかというと、ここで郵便番号を入力するとですね、まあ、夜の時間などをまあ計算して、夜になったら自動的にパソコンの画面を赤くしてくれるなんていう機能もあるんですが、基本的にはずっと目疲れで困っていたら赤くしておくべきなので、この郵便番号入力不要です。ここキャンセルで OK です。そうすると今このパソコンの画面収録ではわからないかもしれませんが、今画面がかなり赤くなったんですね。同時にこのように赤さを調整するバーがあって、このバーを右側に引っ張ると青くなるし、左に引っ張ると赤くなるんですね。この画面ずっと出しておく必要はなくて、例えばこれバツで閉じますけれども、常にこのパソコンの右下、ここの常駐領域にこのソフトが稼働して溜まっているんですね。例えばこの右下の矢印をクリックするとこのマークがあります。ここクリックするとさっきの赤さを調整できる画面がまた出てきます。ここで赤さを調整ください。私はかなり赤くしているんですね、目疲れを解消したいために。ただ赤すぎると逆に見づらくて目が疲れるという方も中にはいらっしゃいます。その場合は
ちょっとだけこう青い方にこのゲージを移動していただいたりだとか調整されてみてください。そしてこの画面以外にパソコンを再起動してくださいという画面が出てきますが、これはレイター後でをクリックしてください。今再起動するとこの動画が消えてしまうためです。でインストールが終わったらこのブラウザは右上のバツを押して閉じておいてください。では今度は目次の4番、パソコンの画面の明るさを落とす手順です。でそれにはキーボードの一番上を使うんですね。例えばこのパソコン見てください。 F2 キーと F3 キーのところに太陽らしきマークがありますよね。この2つのキーを使うんです。例えば F2 キーは太陽がちっちゃいマークなんですけども、これを押すとこの F2 キーを押すと画面の明るさを暗くできます。これパソコンの機種によっては F2、F3 ではないキーに太陽のマークがある場合もあります。ただこの後がポイントなんですが、例えば私のパソコン、この F2 キーを押しても全然画面の明るさ暗くならないんですね。 F3 キーを押しても画面の明るさ明るくなりません。じゃあどうすればいいかというと、この FN のファンクションキーを押しっぱなしにして F2、F3 を押すんですね。やってみます。このファンクションキーを押しっぱなしにして F2 をポン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 押していくと画面がどんどん暗くなっていくし、ファンクションキーを押しながら F3 を押すと画面がどんどん明るくなっていきます。違う Windows パソコンを持ってきました。このパソコンの場合はこの F7 キーに太陽のマークとマイナスのマークがあります。おそらくこれ画面を暗くするってボタンですよね。で隣に太陽のマークプラスプラスがあるのでこれ明るくするやつですよね。はい。でこれ押してみても反応しません。これも一緒で、このファンクションキー、これを押しっぱなしにして例えば F7 を押すと画面が暗くなっていくし、押しっぱなしにして F8 を押すと明るくなっていきます。はい。で余談なんですが、このキーボードの一番上の F1 から F12 のキーというのは2つの機能が同居しているキーなんですね。ですからこの明るさを調整する場合はこのファンクションキーを押しっぱなしにして押さないと動かないというキーもあります。でもパソコンによってはわざわざファンクションキーを押しっぱなしにしなくてもダイレクトにこのような F7、F8 などを押して画面の明るさを調整できるキーもあるんですね。ちなみにこのファンクションキー1から12の使い方に関しては、過去に別の動画で解説をしています。もしよかったら今回の動画の下の概要欄にその別動画のリンクを貼っておきますので、今回の動画終わったらぜひそちらからご参考ください。はい。では最後、その他、僕がいろいろやってきていいなと思った目疲れ解消アイテムなんですけども、今回ご紹介するのはこの3つですね。で、もちろんこれ以外にも、例えば蒸気でホットアイマスクみたいなのありますよね。確か花王さんが販売されてたと思うんですけども、もちろんあれもいいですが、結構コストがかかりますんで、比較的コストかからないやつをお伝えしたいと思います。で、まず1つ目は、このアイボンですね。これよく花粉症の方は使ってると思うんですね。このアイボンの液を、こういうキャップに入れて、で、これでこうやって目パチパチやって、ぐるぐるやって、あ、気持ちいいみたいなやつなんですけど、これ結構いいですね。目疲れの時にやると、一時的ですが、結構効果あります。しかもこのダブルビタミン配合のアイボンなんかがいいんじゃないかなと思います。二つ目はこの眼科で処方してもらう目薬ですね。これドライアイ専用のものなんですけれども、私はこのジクアスという目薬をよく処方してもらいます。これただ眼科のお医者さんに行って処方してもらわないともらえない薬なんですね。でもこれを私1回行ったら10個ぐらいもらって帰るんですけれども、これいいですね。ただこれ人によってはジクアスじゃなくてヒアルロン酸入りの目薬が効いたりだとか、人によって効果変わるみたいなんですね。ですからしっかりこう眼科のお医者さんに行って処方していただけたらと思います。最後は皆さんもよくご存知のブルーライトカットメガネですね。私はジーンズでそのまま安いやつ買ってますけども、これやっぱりあるのとないのじゃだいぶ変わるかなというふうに思います。はい。ちなみにあと100円ショップのダイソーでもブルーライトカットメガネ100円で売ってるんですよね。ブルーライトカット率 40% のメガネです。確かに度が入ってないので単純なブルーライトカットメガネなんですけれども、そこまでこう禁止とかでお困りじゃない方であれば、このダイソーの100円のものをトライされてもいいかもしれません。で、ただ私の場合はそもそも目が悪いので、ブルーライトカットプラスその近視対策も兼ねるとやっぱりジーンズとかで作ってもらってますけども、ぜひ今回の動画お役に立てたらと思います。
はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしお役に立てましたら、この動画の下からチャンネル登録、高評価、そしてベルマークから通知をすべてにお願いします。そうするとこのチャンネルの最新動画が届きやすくなります。はい、それと今メルマガと LINE 配信も行っています。ご登録いただくと、わずか3日で毎日の Windows 操作が10倍早くなる技でしたり、その他 Excel、PowerPoint の早技や Canva の画像作成スキルも習得できる動画を無料でお届けします。はい、それでこのメルマガや LINE の登録方法ですが、今回の動画の下のその他を押して出てくる概要欄からご登録いただけます。ぜひご登録ください。